たり人気現象を経験して洗脳者になる者もいる。いずれにしても一生を健全な精神と健全な肉体のまま全うすることはたやすいことではない。いつも修練や指導例と共にあることは難しく、この世を徘徊している低級霊や動物霊に取り憑かれることも多い。まるでハエトリガミのようにぶる下げて歩いているようで、こちらには何の用もないのに、向こうからベタベタとくっついて感謝し、私は今日のこの新曲1曲のために1ヶ月過ごしてまいりました。じゃあ次、後藤さんハートのステージをお楽しみください。ありがとうございました。プレイヤー前でした、はい